どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、一週間のね、ニュースまとめてね、紹介していきたいなと思います。はい、ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思います。まずですね、こちらね、エアウォレットのキャンペーンね、先週、紹介したと思うんですけども、こちらね、さらに、お得なキャンペーンに変わりました。こちらね、新規の方2500取れて、すでにね、利用されている方も500ポイント取れますので、エントリーしてね、利用してくださいっていう話をさせていただいたんですけども、こちらね、新規の方は紹介キャンペーンも始まりましたので、概要欄にね、URL、載せておきますので、そちら入力していただくと、新規口座と本人確認で2000ポイントがもらえて、さらに複数口座の登録で、1万以上の出金で、500ポイント合計2500ポイント取れるんですけども、さらにね、紹介コード入れていくとさらに500ポイント取れるっていう風になりますんで、新規でね、このエアウォレットを始める方に関しては3000ポンタポイント、すなわち1500ジャルマイルね、獲得することができるっていう風になりますんで、こちらね、確実にやっておきましょう。こちらね、エントリー必須になっておりまして、一応ね、おさらいさせていただきますけども、期間は1月の25日から2月の29日ということで、こちらね、キャンペーンこれから利用される方はまずね、エントリーしてください。で、その次にですね、エアウォレットアプリをダウンロードしていただいて、アカウント作成プラス本人確認してください。で、そうするとですね、2000ポイントがもらえます。で、紹介コード入れていただくとね、プラス500ポイントもらえて、口座をですね、登録していただくわけなんですけども、複数口座登録していただいて、1万以上の出金をね、していただくと、さらに500ポイントがもらえます。ですので、合計2500ポイント紹介コード入れると、合計3000ポイントがね、獲得することができるっていう風になります。で、このエアウォレットってのは何なのかっていう話なんですけども、で、こちらはね、公式サイトになっておりまして、先ほどね、キャンペーンがこちらにね、書いてありますけども、手数料無料でお金が移動できる送金アプリはこのエアウォレットっていう風になります。支払いもちろん送金や出金も簡単に利用することができるということで、まあ簡単にイメージしていただくと、PayPayだと思っていただけると、まあ簡単かなっていうところですね。このね、決済サービスは、コインプラスを利用してチャージ、支払い、送金、出金が無料でできる送金アプリですということで、コインプラスとはリクルートと三菱 UFJ 銀行が作ったお店も使われて嬉しい新しい決済ブランドですということで、まあ PayPay みたいなコード決済サービスっていう風になります。特にね、今回のキャンペーンはですね、何か利用しなきゃいけないっていうわけではございませんので、まあ、新規口座開設と本人確認と、さらに複数口座の登録と、1万以上の出金でね、2500ポイントで、紹介コード入れるとプラス500ポイントで3000ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、特に利用しないでね、こちら取れるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひやっといていただければなと思います。こちらね、開始されている方もね、先日話した通り、追加の口座登録でね、さらに500ポイントもらえるっていう風になりますんで、非常におすすめです。では次ですね、ANA フェスタで、ANA フェスタのね、ホームページがね、リニューアルして、非常に見づらくなってしまったんですけども、ちょっと見づらくなってしまいましたけども、200円オフのね、限定クーポンがね、もらえるっていう風になっておりまして、こちら ANA フェスタで2000以上利用していただくと、200円オフでね、クーポン、使えるっていう風になりますんで、まあ、ANA フェスタね、私たち利用する機会ね、結構多いかななんていう風に思いますので、頭の片隅に入れといていただければなと思います。それでは次ですね、ソラシドエアが減額マイルキャンペーン、春の減額マイルキャンペーン開催いたします。こちらね、開催するんですけども、対象路線はかなり少なめということで、その点だけちょっと残念なんですけども、予約期間は2月の13日から2月の22日、搭乗期間は2月の27日から3月の14日っていう風になります。で、対象はですね、ソラシドスマイルクラブ本会員または予約時に指定した利用者に限り利用可能ですということで、対象路線ですね、ここね、入ってると思いきや、東京、羽田、鹿児島、沖縄などを除くということで、残念ながらですね、この路線はね、除かれている路線ということで、今回のキャンペーン対象マイルは、那覇から石垣、東京、羽田から宮崎、熊本、長崎、大分、沖縄から宮崎、鹿児島、福岡が今回のキャンペーンのね、対象っていう風になります。で、マイル数なんですけども、東京から宮崎、熊本、大分とかはですね、片道5000マイルで利用することができるっていう風になりますんで、このソラシドエアのマイルっていうのは、V ポイント、三井住友カードの V ポイントから 200% で交換することができるっていう風になりますんで、
1ポイント2マイルになりますので、ここであれば 2500V ポイントで利用することができるっていうふうになりますので、5000V ポイントあれば、東京、宮崎、福岡、長崎、大分が、まあ、往復できてしまうっていうふうになりますので、非常にお得ですよね。まあ、こういったキャンペーンがですね、2月の13日の10時からね、ちょっと土平日だと思いますけれども、開催されるっていうふうになりますので、気になる方はぜひチェックしてください。それでは次ですね、ハワイアン航空で、こちら朗報ということで、ハワイアン航空がですね、なんとスターリンク、イーロンマスクさんのね、Wi-Fi サービスありますよね。そちらと提携いたしまして、無料 Wi-Fi をですね、導入することはプレスリリースで発表されております。こちらね、非常に朗報ですよね。で、今ね、日本路線に導入されている東京ハワイ間とかですね、エアバス330-200とかね、入っているわけなんですけども、そちらもですね、2024年末までにですね、導入されるっていう風になりますんで、こちらね、非常に朗報ですよね。まあ、ハワイアン航空ね、JAL マイルで燃油サーチャージなしでですね、利用することができるということで、利用される方ね、かなり多いと思うんですけども、これはめちゃくちゃいいですよね。それでは次ですね、こちらね、残念なニュースでございます。こちら6京都の公式サイトなんですけども、このね、6京都ヒルトンのね、ダイヤモンドステータス持っている方は、この前ね、私も利用させていただきましたけども、この6京都にね、ダイヤモンドステータスで保有して宿泊するとですね、今ね、1万円のホテルクレジットを1泊目もらえるんですよね。で、2日目以降はですね、5000円のホテルクレジットが、まあ、もらえるっていう風になるわけなんですけども、残念ながら2024年4月1日以降、こちら変更になりまして、ステータスね、ダイヤモンドステータス保有されている方は、1万円のホテルクレジットではなくて、ミニバーに変更になるっていうことが発表されてしまいました。非常に残念ですね。今ね、1泊するだけだったら、ダイヤモンドだったらね、1万円のホテルクレジットもらえるっていう風になりますんで、当日の夜のね、食事とかも全然利用することができるぐらいね、金額だったわけなんですけども、残念ながら2024年4月以降はミニバーということで、こちら開くと内容はね、見ることができるわけなんですけども、コーラ、コカ・コーラゼル、イエモン、トニックウォーター、麦酒、チップスね、あとチョコレートっていうことで、こちらが無料になるということで、残念ながらですね、こういった感じで発表されてしまいましたので、これはちょっとね、残念ですよね。まあ、ぜひね、この6京都でこのね、1万円のホテルクレジットを利用されたいっていう方は、3月31日までに利用ね、していただければなと思います。それでは次ですね、こちらね、めちゃくちゃお得です。まあ、くら寿司に行かれる方になりますけども、こちらね、今ポンタポイント30ポイントでくら寿司300円の割引券にね、交換することができるんですよね。これもうレートぶっ壊れてますよね。10倍で利用することができるということで、まあ、くら寿司行く方限定になるわけなんですけども、こちらね、ポンタポイントをくら寿司の割引券に交換していただくと10倍で交換することができますんで、こちらね、概要欄に載せておきますんで、利用されたい方はぜひね、こちら、利用してください。で、利用方法としてはそこまで難しくないんですけども、くら寿司のね、スマートフォンアプリがないとね、こちら利用することができませんので、まずくら寿司のスマートフォンアプリをダウンロードして会員登録した後にですね、このページで交換してください。まあ利用方法ね、こちらに書いてありますんで、難しいことはないんですけども、1会計で1回しかね、使うことができないっていう風になりますんで、個別会計でね、分ければ、1回の会計で3回とか4回とかもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ご家族で言えばね、4、5000円いくと思いますので、まあ、もしね、5枚分使いたいとか4枚分使いたいっていう時は、個別会計していただいて、その時にですね、こちらね、利用していただければ、1回のね、まあ、1回の食事でもね、何枚も使うことできるっていう風になりますんで、こちら実際私やってきましたんでね、間違いなく利用することができます。個別会計しないと利用することできませんので、この点は注意してください。ポンタポイント30ポイントは300円分ですからね、めちゃくちゃお得ですよね。それでは次にイオンの株主優待の変更ですね。こちら残念なお知らせということで、今までね、このイオンオーナーズ持ってるとポップコーンとドリンクの引換券がね、もらえてたわけなんですけども、2024年2月の29日鑑賞分をもってこちら終了っていった形になります。これね、本当にめちゃくちゃお得だったんですよね。はい。ですんでね、まあ、いつか終わるかなと思ってたんですけども、やはり終わってしまいましたね。2月の29日まで提供ということで、ご注意ください。それでは次にですね、ユナイテッド航空で非常にお得なキャンペーンが来ております。特典航空券 20% オフ。まあ、グアム限定になりますので、まあ、今回ね、一本の動画にはしませんでしたけども、
グアム行きの特典航空券 20% オフで利用することができます。まず発券期間が2月の9日から2月の13日までということで、この動画が出てるのね、2月の12になると思いますので、明日までっていう風になります。発券期間がね。で、こちらの搭乗期間が2024年の2月の9日以降日本に出発し、2024年5月の31日までね、帰ってくる必要がございます。で、必要マイル数なんですけども、ユナイテッド航空のエコノミークラス、成田グアム間の往復が3万2000マイルから利用することができます。で、しかもね、ユナイテッド航空のね、特典航空券は変更キャンセル無料ですし、またね、燃油サーチャージもかからないということで、別途5500円よりということで、非常に安いですよね。で、またね、これ、マイレージプラスのね、セゾンのカードを持っている方は、さらにね、下がって、2万5000マイルになるみたいですね。私ね、マイレージプラスのセゾンカードって持ってないので、私は対象外なんですけども、持ってる方に関しては、片道1万2500マイルなんですよ。やばくないですか？持ってない方でも1万6000マイル片道ね、利用することができるっていう風になりますんで、こちら非常にお得ですよね。ぜひね、この機会に、グアムね、行ってみたいよっていう方は、まあ、燃油サーチャージもかからないですしね、先日ね、利用させていただきました通り、変更キャンセルは無料っていう風になりますし、ステータスマッチも今ね、行われておりますので、もし利用される方は、ステータスマッチね、していただくと、足元の広い座席とかもね、利用することできるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですね。それでは次ですね、こちらね、JAL のね、これは何のサイトなんだろうな、JAL の掘り出し物、JAL とっておき一品っていうサイトですね。なんと、エアバス350-1000の記念硬貨メダル、純金メダルですね、こちら。抽選でね、申し込むことができます。2月の5日から2月の25日ということで、こちらですね、非常にいいですよね。これ純金のメダルなんですけども、こちらね、30万マイルで申し込むことができるっていう風になります。こちら抽選でね、もらえるっていう風になりますんで、もらえるっていうか、まあ、交換ですね。はい、申し込むことができますんで、これいいですよね。私も30万マイルあればね、ちょっと申し込みたいところなんですけども、先日のね、エアバス350-1000、乗るために JAL ペイにね、めちゃくちゃ、チャージして利用してしまいましたので、まあ、私はちょっと申し込むできないんですけども、これめちゃめちゃ素敵なんでね、純金ですからね。はい。気になる方はぜひね、申し込みしてみるのも悪くはないんじゃないかなと思います。それでは次ですね、こちらね、私のツイートで結構ね、伸びましたんで、紹介させていただこうかなと思うんですけれども、ノースフェイスのカバンなんですけど、私、スーツケースにね、つける部分がね、ないんですよね。で、このね、ゴムをね、最近導入したんですよね。これ Amazon で1200円ぐらいで買えるんですけども、これね、めちゃくちゃ良かったんですよね。スーツケースの上にカバンね、乗せるときにね、行ったり来たりしないようにね、このゴムを通すと固定することができるということで、これ自体がね、カバンについてればね、この取っ手のところにね、つけれるようになるわけなんですけども、私のノースペースのカバンなくて、で、このカバンね、非常に良くて私ずっと使ってるんですけども、ずっとスーツケースの上に乗せられないのがね、ストレスだったんですけども、このゴムをね、導入することによって、これね、つけれることができるということで、1200円ぐらいでね、Amazon で買えますんで、これ本当に良かったですね。で、これ買った後にね、100均でこれ売ってるらしいんですけども、一応100均でもあるみたいなんですけども、結構ゴムがすぐ弱くなっちゃうんで、まあ、ここはお好みにはなりますけども、まあ、これね、100均で買えるんだったら、100均で、100円ですからね、これ1200円なんで12倍しますんで、これはね、お好みになるわけなんですけども、まあ、太めの紙ゴムとかでもね、代用できるみたいなんですけども、もしね、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。一応ね、概要欄に載せておきます。今回の旅行でね、使わせていただきましたけども、めちゃくちゃ良かったですね。ぜひ困ってる方いらっしゃいましたら導入してみてください。それでは次ですね、NTT ドコモ D カードゴールドのポイントサイトの案件です。こちらね、概要欄に載せておきますけども、いやー、久しぶりにね、ポイントアップ来ましたね。D カードゴールドって年会費1万1000円でかかるわけなんですけども、2万5000円の案件なんですよ。このまま発行しても1万4000円ね、黒字になるわけなんですけども、公式サイトのね、キャンペーンで、20代限定だったかな、29歳以下限定、また30ってから39歳以下限定で、1万1000円分のポイントがもらえるキャンペーンも
来ているんですよね。こちら併用することができて、発行後ね、エントリーは絶対していただく必要があるわけなんですけども、合計ね、1万1000円で3万6000分のポイントがもらえるということで、めちゃくちゃいいですよね。しかもこれちら D ポイントの期間用途限定でもらえるわけなんですけども、この D ポイントのね、期間用途限定っていうのも、ニッコフロッキーね、何度か紹介させていただいておりますけども、現金化することできるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。D カードで使うと 10% 還元っていう風になりまして、D 払いか ID で使っていただくと 20% ポイント還元っていう風になりますんで、これ非常にわかりやすくね、書いてありますんで、これね、もし発行されたことない方はですね、このね、Dカードゴールドね、非常におすすめですので、海外旅行保険もね、自動付帯、またね、遅延とかもね、このカードついているっていう風になりますんで、マイラの方でね、このカード持っている方ね、結構多いですので、ぜひね、こちら、発行したことない方はですね、今回のね、タイミングで発行するのめちゃくちゃおすすめなんでね、概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてください。それでは次ですね、こちらですね、JA バンク保有者限定になるわけなんですけども、JA カードね、入会とご利用で最大1万2000分のポイント相当のキャンペーンが来ております。これね、ちょっと前にね、ツイッターで話題になったんですけども、初年度年会費無料で8万円使っていただくと3000ポイント、こちら1万2000ポイントね、もらえるキャンペーンなんですよね。こちらね、非常におすすめですので、ぜひね、JA バンクの口座持ってる人じゃないとね、発行することができないんで、もしね、持ってない方はね、JA バンクのね、口座開設していただく必要があるんですけども、まあ私はね、この JA バンクね、持っておりますんで、このキャンペーン終わるまでね、発行したいな、なんていうふうに思ってるんですけども、これいいですよね。15% 還元でお買い物ができてしまうっていうふうになりまして、このポイントもね、マイルにね、交換することができるっていうふうになりますんで、こちら非常におすすめです。概要欄にね、ブログに載せておきますんで、そちらからね、ぜひチェックしてください。で、カードを届いたらね、エントリーが必要になりますんで、この点だけ注意していただければなと思います。一応ね、このカードなんですけども、ポイントサイトにも案件があるんですよね。ハピタス2000分のポイントなんですけども、こちらね、三菱 UFJ のね、提携カードっていう風になりますんで、ポイントサイトの案件は MUFG のカードね、発行したことある方はね、対象外になってしまいますんで、プライティパスでね、二人で、お勧めさせていただいている MUFG プラチナとかね、発行したことある方ね、こちら対象外になってしまいますんで、こちらお好みにはなりますけどもね、この点だけ覚えておいていただいて、発行ね、していただければなと思います。いや、こちらいいですよね。普通に15% オフでね、物、買えるっていう風になりますんで、これからね、8万円以上のものを購入される方はね、お得に利用することできますんでね、ぜひチェックしてください。はい、ということで今回ですね、細かい話まとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、いや、ユナイテッド航空のね、グアム路線のキャンペーンめちゃくちゃいいですよね。私もね、ちょっと予定がなかったらね、ちょっと利用したいなっていうふうに思ってたわけなんですけども、ちょっとね、私はハワイのね、予約を持ってますんで、また次回ね、利用させていただきたいなっていうところですかね。まあ、1万6000マイルでね、片道グアムまでね、利用することができるっていうふうになりますんで、めちゃくちゃいいですよね。ぜひね、予定のない方はですね、ネイルサーチャージもかかりませんので、ぜひ利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオリティパスのおすすめのクレカがわかる PP 診断、ポイントサイト診断、マイル診断。結構ね、時間をかけて作らせていただきました。マイルクレカ診断も、こちら総合版として利用することができるようになりましたので、こちら無料でね、利用することできますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。